気だね。チェ、風花はずるいよね。ずるいってわけわかんないもん。私の何がずるいの？そういう何をしても可憐な美少女って感じで絵になるところがだぞ。うん、風花はいろいろとずるい。髪の毛いつもサラサラで綺麗だよ。束ねてハンモックにして、みんなはお昼寝してみたいよ。痛い痛い痛い、想像するだけで毛根が痛い。あ、痛いってそっちの方？つうかさ、風花を見てると神様とか遺伝子とかって不公平だなって思うわけ。そんなことないもん。私はカリンの髪だってすっごい綺麗だと思うもん。ミナちゃんのポワポワ可愛いのすっごい羨ましいし、ドレミの、ドレミの、無理に探さなくていいから。ごめんミナ、お前の夢を今叶えてやろう。この場で風花の綺麗な髪の毛全部むしってハンモックにする。ごめんやめて、くすぐったい。風花ちゃんの髪の毛いい匂いだよ。どんなシャンプー使ったらこんないい匂いになるの？別に特別なことはしてないよ。絶対に嘘だ。めっちゃお手入れ時間かけてさ。風花は全然やってないもんと言いながらいつも試験勉強してる嘘つき娘。髪の毛綺麗でお勉強できて、その上陰ではひっそり努力をしてて、お前どんだけ仮面剣道 V6 嵐ストロンガーアミーゴデラックスなんだ。やめてやめて、みんなやめて。くすぐったいよ。それでは、君たちの運命を試す試練を始めよう。時間は5分。ためらっている暇はないぞ。生き残るために存分に本当の自分をさらけ出したまえ。これ冗談とかじゃない。ふざけんじゃねえ。ふざけんなよ。その部屋のすべてのものを耐熱性と断熱性に優れた特別な金属でできている。それは君たちを拘束する首輪や鎖、少年の檻、その部屋からの出口であるエレベーターについてもだ。
熱で火傷をすることはないだろうが、熱で歪みなどが生じることは期待しない方がいい。私からは以上だ。存分に君たちの本当の自分をさらけ出したまえ。大丈夫かよ、風花。怪我はないか。あちこちすりむいたけど、今はそんなのどうでもいい。あと5分も経てば、そんなのここにいる全員はどうでもよくなるんだから。で、どうする？みんな、ちょっとだけ静かな時間をもらえる？私に状況を少し整理させて。それがいいぞ。風花は一番頭がいい。きっと何か思いつく。静かに。犯人の目的は何？一つしかない。デスゲームに翻弄されるのを見て楽しむことよ。あるいはそれを裏サイト的なところで公開してお金を稼ぐことかもしれない。ありそうだな。いかにもありそうだ。だとしたなら、一つ余計な要素があるの。あの子の役割は何？その手の映画にありがちなように、この子が真犯人だと。容姿は何の参考にもならないよ。顔は精密にできたマスクかもしれない。喋らないのは声までは変えられないから。子供のように見える容姿も実年齢を保証するものにはならないよ。本当に相応の年齢だったとしても、頭の中の知性までも年齢相応かなんてわからない。そんなことまで言い出したら何も信用できないよ。とにかくこのデスゲームにおいてその子の存在は得意なの。確かに私たちのデスゲームのルールに何も関与しない。その子の檻は溶接されていて出る方法がないように一見思える。でもその子の檻はどこから現れた？ということは、いざ時間切れという時に来た時とは逆に天井の向こうへ引き上げられるかもしれないってこと。確かに。でも檻は出口がないんだよ。出られないんだよ。一見そう見えるだけで開く仕掛けがあるかもしれない。そうでなくても時間さえあれば焼き切って開けることだって不可能じゃないはず。つまり私が言いたいのは、その子の檻は逃がさないためにあるのではなく、私たちが右往左往するのを間近から安全に干渉するためにあるんじゃないかってこと。そうなのか？そうなのかよ！お前が犯人なのかよ！なんとか言えよ！お前が犯人なのか？首輪を外す鍵を持っているのか？檻ごと天井裏に逃げようったってそうはいかねえぞ。仮にここで焼き殺されるとしても、お前も絶対に道連れにしてやる。ねえ、本当にその子は悪い人なの？そうでなかったらここにいる理由がないってわかるだろ。無能の単細胞生物は黙ってろ。ごめんなさい、ごめんなさい。カリン、お手柄よ。よく腕を掴んでくれたわ。ああ、任せろ。死んでも離さねえぞ。絶対にその子が鍵か何かを持っている。
らバラエティなんかでもよくあるでしょ。探してる人のすぐ近くに鍵があるのに全然気づいてなくて、それを中継で見てるひな壇芸人たちが大爆笑してる感じのやつ。てめえこの野郎、おとなしく鍵を出しやがれ。さもなきゃこの場で腕をへし折ってやる。待って、フーカ、カリン。何？その子が本当に犯人側の人間だと断定できる証拠はない。私たちとは別のデスゲームに関わる犠牲者の可能性だってある。そうだよ、喋れないことだってひょっとしたら何か理由があるのかも。私たちにヒントとかを教えたらゲームオーバーだよって脅されてるのかもしれないよ。どうなんだ風花。何を言ってるのドレミ。なんで犯人を擁護するの。今はわずかしかない時間の限りを尽くしてこいつを吐かせなきゃ全員が死ぬって時でしょ。それが最初から風花の一方的な勘違いだとしたら、私たちは少なくとも3人は生き残れるはずのチャンスを無駄にして全員で犬死にすることになる。私を見殺しにして助かるなんて選択肢最初から論外でしょ。風花は見捨てられたくないからと巧みに議論をデスゲームからそらしているだけだ。それ自体は風花が自身のためにできる最善の努力だから否定しない。しかしならばこちらも自分たちのために最善の努力をさせてもらう。それの邪魔はさせない。カリン、ミラ、こいつよ、こいつだ。ドレミが犯人なんだよ。ドレミは私が真相を見破ったからごまかそうとしてるんだ。耳を貸すな。私が正しい。その檻の中のやつが犯人だ。ドレミも犯人の一味だ。耳を貸せんじゃねえ。何もかも、いつもいつも自分の思い通りになると思うな。風花、あんたのこと昔からずっと一つ一つ小さいことずっと引っかかってた。自己中のあんたにいっつも私たちは振り回されてきたんだ。ドレミ、あんた何を言って。だから黙って。今は本当の本当に一刻一秒を争う事態。お姫様を中心にチヤホヤしてる暇なんか私たちにはないの。落ち着けよ、風花もドレミもな。私たちは小学校の頃からの仲良し4人組じゃないか。みんなで協力して知恵を出し合えばきっとなんとかなるって。4人組だったことは認めるけれど、仲良し4人組だったかどうかはわからないよ。みんなもうすうすは気づいてたでしょ。確かに私たちは小学校入学の時席が近くて、それ以来ずっと4人組だった。そうだよ、中学高校とずっと一緒の仲良しだよ。
カリンにとってはそうだったなら、カリンは幸せだったんだよ。どういうこと？カリンさ、風花に嫌われてるの知らなかった？風花はね、いっつもあんただけは信じてなかった。カリンは嘘つきだから、信用できないから、背中を向けるたびにそういう眼差しを向けていたんだよ。嘘だよ。適当なこと言わないでよ。しらばっくれてんじゃないよ。あんたバレてないとでも思ったの？ドレミちゃんやめてよ。そんなこと言わないでよ。ミナだってかわいそうだったよ。いっつも風花に小バカにされて、ドジなマスコット扱いされて。それは本当にミナはバカでドジだし、それはミナがそういうキャラクターを期待されて、無意識に空気を読んで答えてただけ。風花がいつもミナをそういう風に扱うから、昔からなんとなく頭が上がらない風花にミナが無意識に迎合してただけ。ミナは本当のミナはもっと活発で元気で、何事も率先して挑戦する好奇心旺盛な子だった。それゆえの失敗を風花はいつもいつも指摘して、ミナの好奇心をへし折ってドジっ子扱いした。それを小学校の時からずっとずっと積み重ねて、ミナをぬいぐるみか愛玩動物のようにしてしまったこと、私は知ってるんだから。ミナはいつの頃からか、ぬいぐるみみたいな扱いを受けることに慣れてしまっただけ。あんたが本当はそういう扱いされるの好きじゃないってことくらい、私はちゃんと分かってたよ。やめて！知らない知らない、聞こえない、ミナは何も分かんない。勝手に決めないでよ。私、ミナちゃんのことをぬいぐるみだなんて思ったことない。そんなことよりショックだよ。私、ドレミが私のことそんな風に見てたなんて。あんたのこと昔からなぜだかずっと嫌いだった。いつもあんたがお姫様で、あんたが中心に世界を回していて、私のことだって都合のいい時だけ話を聞いてくれる人扱いしてるの、ずっと知ってた。ミナのことを可愛がるふりして小バカにして、ずっと見下してた。やめろって、風花がそんなわけないって。カリンのことだって風花はずっと小バカにしていたんだよ。なんでそんなことあんたにわかるの？だって私たち仲良し4人組なんでしょ。ずっとずっと身近で見てきた。だから知ってる。風花はカリンのことだって信用できないとか嘘つきとか、ずっとそういう目で見ていたこと、私知ってるんだから。嘘。ドレミ、私、わけがわかんないよ。私とドレミ、一番のお友達だったでしょ。それなのに、どうしてそんなこと言うの？私はそうだと思ったことは全然ないよ。仲良し4人組だからって、なんとなくいつも4人でいたけれど、ミナやカリンのこと、友達だとは思っても、風花だけは
そうは感じなかった。嘘だもん、ドレミ、私たち親友だったよ。あんたの言う親友ってのは、都合のいい時に話を聞いてくれて、都合のいい時に手伝ってくれる、あんたというお姫様の召使いのことでしょ。昔から昔から、私は、私たちはいっつもあんたに振り回されてきた。いっつもあんたがお姫様で、世界も物語もいっつもあんた主体で回ってる。私たちはあんたの召使いでも脇役でもないの。この際だからはっきり言っておくけど、あんたのこと嫌いだった。ううん、今ならもっとその気持ちに素直になれる。フーカー、あんたのこと大嫌い。みんな、カリン、時計を見て、残りはもう2分もない。だから私たち3人で多数決をしよう。何の多数決なの？仲良し4人組として仲良く全員で死ぬか、仲良し3人組として仲良く全員で生き残るか。私を見捨てるのね。私は風花を見捨てたくなんかないよ。ドレミには違うんだろうけど、私には今も風花は親友だよ。風花はカリンのこともいつも陰口言ってたの、知ってる？それは違うの、違う、違うの、カリン、信じて。大丈夫だよ、フーカ、信じてるよ。カリン、これだけ付き合いが長いんだぞ、愚痴の一つや二つ言いたくなる時だってあるって。私はフーカのこと今までもこれからも親友だって信じてるから。本気で言ってんの？ずっと昔から、ずっとずっとだよ。風花があんたを嫌いなこと。やめろよドレミ、私たちに風花を見捨てさせようって作戦なんだろ。みんなこんな異常な状況でパニックになってるだけなんだ。もちろんドレミも、風花も傷ついただろうけど、ドレミを許してやってくれ。風花が私のこと過去に何を言ってたって私は許すから。カリン、カリン。ミナの意見は？ミナは？ミナは？まあ、ミナはピエロだもんな。立場的には死刑囚の風花が嫌われ者でいてくれた方がいいだろうよ。ミナ、ミナもカリンちゃんとは同じ意見だよ。だってカリンちゃんとトレミちゃんは二人とも断罪者なんでしょ？断罪者の二人の意見が食い違うなら、拷問レバーを引いて3人が助かる方法は使えない。だったらもう4人で死ぬか、4人で助かる方法を見つけ出すかの2つしかないんだよ。ミナ、カリン、ミナちゃん、ありがとう。なら4人で生き残る方法を見つける他にやることはないじゃない。え、何これ、ちょっと
カリン、ミナ、ここを見てくれる？どうしたんだよ。何かあったの？この部分の格子、わかる？私の想像が正しいとしたら。どういうこと？わかんねえよ。でも時間はもう1分とちょっとしかない。ドレミの見つけた何かにかけるしかない。問題はどうやってやるか。この方法にかけるしかない。カリン、ミナ、手伝って。何でもやるよ。どうすればいい？ミナはそこに立って、この格子を両手で握って、しっかり握っててね。カリンはそこに立って、この格子を握って。二人とも動かないでね。あと、ミナの鎖を。これが一体どうなるってんだ？無罪。3人で生き残れる道を私が示していたのに、私より陰口風花の方を信じるなんて、本当にカリンはバカだね。大バカだよ。どういうつもり？ドレミ、おっと、その席を立たないで。あんたはすぐに死刑囚に戻すから。下手にその椅子から離れると、また引きずられてひどい目に遭うよ。二人とも完全に死んだみたいだね。無罪。私より風花を選んだバカカリン、あんたには地獄のバーベキューがお似合いだ。で、もう一度、無罪。カリン、断罪者の最後の務めをしてもらおう。風花、もう立ってもいいぞ。というか手伝え、時間がない。手伝え？私を見殺しにしようとしたくせに。恨むな。お互い自分が生き残るためにベストを尽くしただけだ。結果、カリンとミナはそれぞれが望んだように、風花は見殺しにならずに済んだわけだ。僕は、私があんたを裏切らないと信用できるよね？あれだけボロクソに言っておいて。
と同じくらいかそれ以上に。私だって今やドレミを信用できないんだから。水に流せよ。お互い生き残る確率を減らしたくはないだろう。このデスゲームの後に次のデスゲームが控えていない保証はないんだぞ。もう一人の断罪者の手ぶらに拷問レバーは操作できるってことだ。それが手だけでもいいのか、それとも生きて自発的にでなければならないのかは賭けだ。有罪。せーの。首輪に音がしなかった。この首輪外れるようになってる。エレベーターのドア開いてる。早くこの首輪を。仲良し4人組のままで死にたかった。いいよ、お互い本音で言いたいことを思い切り言い合えて楽しかったし。わー、全然楽しくないもん。今日もポカポカ、いいお天気だね。うん、ポカポカ。ねえ、ドレミ。なんだ？先日はさ、話を聞いてくれてありがとうね。話すことで自分の気持ちを整理できることもある。私が聞くだけで楽になれたなら、お安いご用だ。私ね、昔からドレミにだけは本当のことを全部話せるんだ。知ってる。風花は昔からすごい頑張り屋なのに、その頑張りを人に見られるのをすごく恥ずかしがるから。私、みんなから頭いいとか勉強できるとか言われてきたけど、本当はそんなに頭なんか良くない。でもみんなからそう言われてきたから、それを裏切ったらなんて言われるかが怖くて、ずっとずっと。風花は私の前では無理したり背伸びしたり痩せ我慢したりしなくていいんだ。だから今は自然な風花でいてくれ。ありがとう、ドレミ。ありがとう、ドレミ。地獄に落ちちゃう。お気持ちだけ頂戴したよ。どうしてどうして、ひょっとしてもう心に決めてる人とかいたりする？そう
けじゃないもん。私はあの人が期待してるような可愛い子じゃないし、謙遜も過ぎると嫌味になるんだぞ。こんな可愛いの塊みたいな子のどこが可愛い子じゃないってんだ。やめてやめて、痛いよ。みんなそっちひっつかんで思いっきりひん伸ばして。イケメンふった風花ちゃんはひん伸ばされちゃえ。いやい、やめてよ。風花のほっぺで綱引き大会。ドレミちゃん聞いてよ聞いてよ。こいつすっげーイケメンに告白されたのにお断りしやがったんだぞ。隣のクラスのサッカー部のイケメンの告白を。だからこそだもん。あだだだだだだ、私なんかよりもっとふさわしい人がいると思ったんだもん。二人ともそれくらいに風花がブルドッグになってしまう。よかったな風花。何が？イケメンに告白されておめでとう。やめてよ、まだ二人につねられたほっぺが痛いよ。本当の風花にふさわしくないと思ったか？いろいろ話しちゃってもいい？いつも通り聞くことしかできないが、それで風花の心が晴れるならお安いご用だ。ありがとう。それでね、告白自体は嬉しかったけど、その男子全然話とかしたことない人で、私のどういうところが好きになったのって聞いてみたの。いろいろと言ってくれたけれど、どれも全部全部風花がそうであってほしいと周りに期待されている自分のことばかりだったか。うん、おしとやかな雰囲気が好きとか、静かで守ってあげたくなる感じが好きとかどれも本当の風花とはほど遠いものだ。そう、私の中のブラック風花がささやくんだもん。お前らが私をおしとやかだと信じてるから、その期待を裏切らないように努力してやってんじゃねえか。そんな私を好きになられたら、私は一生それを演じ続けなくちゃならねえじゃねえか、バカ野郎って。なるほど、それはひどい話だ。しかし演じ続けることをいつまでもやめられない風花もだいぶバカ野郎だ。電車のレールみたいなものでさ、路線変更って急にはできないよね。少しずつ少しずつとは思うけど、結局今まで演じてきた自分が楽でまた戻っちゃう。ならばいっそそれを本当の自分にしてしまったら、そしたらめでたく彼氏もできてハッピーエンド。そう思ったこともあるよ。でもやっぱり演じてる自分を自分にはできなかった。ということは本当の風花はその胸の中のブラック風花ということになる。本当だ。あーそっか、私は本当はブラック風花だからこんななのか。なるほど、確かにブラックだ。そのブラックさを隠すために可憐なふりを装えているなら、なかなかのブラックぶりだ。確かにブラックだ。そのブラックなのも風花だし、可憐な風花も同じ風花だと思う。どちらが本当かなんてことに悩むのは風花の人生の無駄遣いだと思う。なるほどな。可憐な私もブラックな私もどっちもやっぱり私なのかな。そうとも。じゃあ私
その両方を好きになってくれる人じゃないとやっぱり OK はできないもんね。ようやく風花の笑顔が軽くなった。お、やっぱり重かった？付き合いが長い、それくらいわかる。ありがとう。やっぱりドレミと話すといつだって心が軽くなるよ。気にするな。風花がブラックなら私はブラックホールだ。何それ、面白い。面白いもん。風花が笑ってくれるならそれで十分だ。ではブラック風花からブラックドレミちゃんにブラックな友情のプレゼント。何？仮面剣道カード、カリンにでももらった？違うもん、弟がね集めてて、ダブったカードを私に押し付けてきて困ってるからお裾分け。実にいらない、押し付けがましいブラックなプレゼントだ。大事にしてね、ドレミ。もちろんだとも。ブラック同盟の証として大切にしよう。